かがるつるのアフタートークお願いします。さあ、ということで、アフタートーク、はい、まあまあね、ちょっと本編は、カエの、うん、ちょっと、寝る前に思い出す映像、カエの、はい、睡眠導入ビデオの話。睡眠導入ビデオ、そうです、はい。もちろんそうです、脳内。ちょっと持ちきりだったんですけども。はい。まあ、その、一応ね、メールも募集する、引き続き、先週に引き続き募集するということなので、うん、まあ、軽く、まあ、概要というか、はい、なんか他にもあったりするんですか？他はね、何だったかな。まあ本編で言ったのはホームランでしょ。大学の時に言ったホームランのシーンを何回も反芻する。あと船の上で食べたトマト。浜だね。ごめん。浜釣りだったんだよ。浜釣りで、友達のお父さんに連れてってもらった浜釣りで食べた冷やしトマト、塩かけて食うトマト。あれがうますぎて寝る前に思い出すって。確かに言ってたらちょっとおかしいな。あと、言ってなくても多分まあなんか全然おかしいと思ってなかった今まで。あと、10キロぐらい自転車を漕いだ後に喉カラッカラの状態で飲んだマウンテンデュー。これがつい最近この間の話です。はい、自由率俳句みたいな男だよな。なんかそのあれ俺が俺がそうなの。自由率俳句自身うん、雰囲気とかそういうの大好きだからね。なんかまあそういうなんか、はい、うん、なんか人生のハイライトを送ってもらうみたいなことかと思ってたんですけど、はい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 、どうやらちょっと違うみたいで、俺のホームランっていうことだったからね、ちょっと違くて、うん、寝る前に思い出す眠りやすくなる気持ちいい瞬間、人生の、うん、あなたの、うん、個人的なね、感触と感覚でもいいんだけど、うん、それ送ってほしいね。をちょっと送ってもらえたら、うん、僕はないです、ちなみに。なるほどね。そんな思い出す、その日のことを思い出すことあっても、なんか過去のことを思い出す、あれよかったなっていうのはない。全くない。ないか。なるほどね。いや、だからそのどっちが多いんだろうっていう、うん、思い出さないですか？思い出しますか？普通に寺岡さんとか思い出しますか？思い出さないですか？なんか横見さんとか思い出しますか？田原さん思い出しますか？ほんまに。だから寝る前に高校の時の犬の散歩の時の匂いとか覚えてません？それ覚えてるんですよ、僕は。それを思い出すんですよ、冬になったらね。よう言うよな、本で。そう、それはよく言ってる。めっちゃ言うよな、その歩いてる時に歩いてる時にそのなんか急に、あ、これ犬の散歩道思い出すわ。それよう言うわ。そんなめっちゃ思い出すくらい東京にそんな広島っぽい場所ある？なんか風とかで思い出すんですよ。風、いや、匂いとかわかるよ。そうそうそう、匂いとかで、うん、あの時のこと思い出すとかわかるけど、うん、でもそのどういう原理なんか、そのなんだろうな。今ここにいないってことでしょ、だから。ああ、そう、うん、そうそうそうね、うん、どっか飛んでっちゃってる、うん、あの感覚というか意識が、うん、だからまあちょっとトリップ、うん、トリップ、うん、そうね、トリップだね。ちょっとトリップしてるわ。だから幻覚に近い。現実逃避みたいなもんなのかもしれないけど、そんな記憶もないし、トマトも食べてない。嘘、あんな美味しかったのに。うん、のかもしれない。その可能性もある。意外とねじ曲がってるカットもあるかもしれない。なるほど。なんかあるのよ、やっぱりそういう思い出す印象的な心地いい感じのやつね。後悔しか思い出さないな、俺。ああ、なるほど。でもそれは本当に性格なのかもしれないけど、うん、あん時のあれみたいなのもう本当に、あん時のあれっていうか本当に、でもふと歩いてる時に、うん、パッて、うん、うわ、あの時楽しかったなって思い浮かぶことってあるの、それって。ふっと歩いてる時に、急に思い出すみたいなんてあるじゃん。はい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 。それはもちろん、あの時こうしときゃよかったなみたいなのもあるのよ、俺。うん。うわっってなるの。うん。めっちゃ滑った時とか、うん、なんであんな余計なことしたんだろうみたいなのもあるし、うん、なんか、涼しい、あ、よく、その、なんだろう、今ぐらいの時期はすごいよくあるかもしれない、それ。思い出す。どういうこと？夏の夕方、うん、ちょっと涼しくなるとき、うんうんうん、
にめちゃくちゃ思い出す。そういうファッと良かった子供の時の良かった記憶がすごい思い出す。猛烈大人帝国でヒロシが靴下買いであの昔のことを思い出すみたいなこと。そんな強烈な思い出ではないけど正気取り戻すみたいな。あったな、あれ思い返したらおもろいな。パーンがでうーって泣き出すやつね。あ、匂いで思い出すってことは、ヒロシ、匂いで思い出す、ヒロシってこと、ヒロシ。あのそうね、それをもっとでかくしたらヒロシ、ヒロシジの、あの靴下の匂い状態だけど、それが結構日常的に起こる俺は。でもな、うん、今夏って言って、うん、ちょっと思うのは、俺はでもそれめっちゃ冬多いわ、それで言ったら、うんうんうん、冬めっちゃ多い。なるほどね。その岡山めっちゃ寒かったから、うんうんうん、地元、うん、だから、うん、もう本当に田んぼ道というか、うん、田んぼあって土手があって、それずっと歩いていくんだけど、うん、もうずっとすごいキンキン。だから霜も降りてるし、うん、キンキン。だから土が乾いて、こう盛り上がって固まってんだよな。うんうんうん、だから、霜柱踏むみたいな感じで、土を砕きながら歩いていくっていう。なるほど。あの感じは、うん、冷たい風が鼻に当たった時に、スーンとして思い出すよね。めっちゃいいやん。情景が、やっぱ俺は寂しいじゃん。物悲しくもあるじゃん。なんか、まあ、状況として、うん。どっちかって言ったら俺は思い出すのそっち側のことばっかり。最近インサイドヘッド改めて見て、まあ何回も見てるけども、うんうんうん、この間もう一回見て、ね、うん、2が出るからまた、そうだね。2が出るからまた見ようと思って、この間見た時に、うん、ああ、久々に見ていつも思うのが、うん、その、大人たちって、うん、喜び、悲しみ、怒り、うんうん、ビビり、うん、あともう一人誰だっけ、ムカムカ、うんうん、いて、うん、主導権が変わるんだよな、はいはいはい、お母さんは悲しみが真ん中に座ってる、お父さんは怒りが真ん中に座ってる、うん、司令官がみたいな、すごいな、あったけど、うん、俺は多分悲しみが真ん中に座ってて、かやは喜びが真ん中に座ってる。俺は完全に喜びが真ん中に座ってる。喜びが真ん中に座ってる。動かない。ああ、そういうことだなって今すごい思う。喜びが太ってる俺は。喜び、コマのついた椅子でシャーって司令部みたいなシャーっていう。そうそうそう、悲しみがちょっと動かそうとしたら、そのシャーってボーンっていったりとかする時もあるかな。ね、うん、まあちょっとね、あのメール読めなかったからあれなんだけれども、うん、かやさん僕がいるよ、はい、かや僕のコーナーちょっとだけ。行きましょう。行っていいですか、はい。かやぼくのコーナー行けなかったんでね、かやがね、まあまあ紙袋で通ってたりとか、はい、まあまあ本編見てくださってる方はご存知だと思うんですけど、うん、紙袋で通ってたりとか、はい、みんな自分のこと見てると思ってたりとか、そうね、腕まくりするときはもう意識して周りを、うん、腕まくりしてますよ、かっこいいよね、腕まくりしてる俺っていうのを思っちゃう。ね、思っちゃってるという ね、うん、そうね、まあ、ことがあるからそれを送ってくださいというコーナーなんですが、はい、うん、鳥取県ラジオネームキュウリのたこよさん、キュウリのたこよ、中学生から高校生の時に、うん、悠々白書のトグロ兄弟に憧れて、うん、3歳年上の兄のことを、うん、兄じゃと呼んでいました。でもちょっとわかる、僕がいるよ、 ありがとうキュウリのたこよ、兄貴は憧れたわ俺。言えなかったけど結局、兄貴って言いたかった、兄貴って言いたかった、学校ではお兄ちゃん、そのじゃ本人の以外のところは、ああそういうことか、うん、あお兄ちゃんって呼んでたな、それなんで言えなかったの、だって一回はさ、うん、その絶対兄貴を選択しそうじゃん、そうね、でも兄貴って呼んでるやつがいて、うん、俺その子のことちょっと嫌いだったのよ、うわすごい、やっぱやっぱりやっぱ長い付き合いですよね、やっぱ偉いもんで、偉いもんでやっぱ分かりますよね。おかしいぞ、これ鑑識回しといて、さすがですね、そうだ、そういうこと、嫌いな人が兄貴と言ってたから、そう変えたかった、変えたかった、それは変えたかった、お兄ちゃんで行くっていう、その美学を貫くっていう方向にシフトした。なるほどね。うん。
素晴らしい。はい。いいですね、これも。もう一つ。何もう二つかな。ラジオネーム、ぜんざいさん、ぜんざい。先週のキュウリのたこよさんの、朝礼台の上でスリラーを踊って気持ちよかったというエピソードを聞いて思い出したのですが、ね、私は、かがやさんのコント、合唱と同じシチュエーションになったことがあります。うん、合唱部時代、先生に、ぜんざい、前来て。みんなの方向を向いて歌って。おぉ。みんなは、私じゃなくて、ぜんざい見て歌って。うんうん、と言われ、うんうん、そのようにしました。ほうほう。みんなどう？うん。ぜんざいは演じてるでしょ。おお。と追い打ち。おお。はあ、それはもう人生のハイライトです。かえさん、きゅうりのたこよさん、僕もいるよ。ありがとう。だからみんなどう？ぜんざいは演じてるでしょっていうのはいい意味だったね。いい意味、いい意味。うん、演じてこう入ってる、役に入ってるでしょ、はい、ってこう歌詞の主人公に入ってるでしょっていう。感情込めてっていう。あ、そういうのよ。そういうの。気持ちいい。気持ちよかったね、ぜんざいこれは。最高だったね。素晴らしい。その後の友達からの目線とかね、気持ちいいよな。最後、うん、滋賀県ラジオネーム、しゃかりき断捨力に、ちょっとしっかり長いです、これ。お、いきますよ。聞かせてくれ。中学1年の時の話です。いい歳になった今でも恥ずかしくて、長年本当に誰にも言えずにいた話なのですが、うん、ここでなら成仏できると思いました。ありがとう。長くなりますが聞いていただけると嬉しいです。いいよ。同じクラスのほとんど喋ったことのない人に片思いをしていた私は、うん、2学期の初め頃彼に告白しようと決意しました、うん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 。しかし当時かえみ全盛期だった私は体育館裏に呼び出して告白みたいなよくある人と同じ告白の仕方が嫌で、うんうん、好きな人に告白の段階でいわゆる面白え女と思ってもらいたくて我流の方法で告白しました。それは早朝のまだ誰もいない教室に一番乗りし、うん、彼の机の中にカレーライスの形をした消しゴムとケーキの形をした消しゴムを入れて、んそれらと一緒にんあなたのことが好きです、もし付き合ってくれるならケーキの消しゴムをダメならカレーライスの消しゴムを私の机の上に置いてくださいと書いた手紙を入れました。そしてホームルームの時間まで部室で時間を潰して、うん、チャイムが鳴る直前に内心は心臓バクバクでしたが、そうなの、何食わぬ顔で教室に戻りました。心臓バクバクしているものの机の上にケーキの消しゴムが置いてあるに違いないと思っていた私でしたが、うん、目に入ってきたのはカレーライスの消しゴムが置いてある私の机。その瞬間体中の熱が一気に冷めました。ゆっくりと席に着き、9月の残暑が厳しい時期だったにもかかわらず真っ白で冷たくなった手の震えを抑えながら机の隅に置かれたカレーライスの消しゴムをカバンの中に払いのけるかのようにしまいました。この告白を思いついた時の私は振られた時のことなんて全く考えておらず、振られた悲しさとそれ以上にとにかく恥ずかしくて、恥ずかしさで爆発して死にそうでした。そしてこんな気持ち悪い告白方法にちゃんと従ってくれた彼にも強烈に申し訳なさを感じ死にたくなりました。告白はやっぱりシンプルイズベスト、うん、自己流の告白なんて振られた時ショックが数百倍になるので価値格の時しかやっちゃダメです。かやさん、うん、私がいるよ。そして皆様、黒歴史のおたぎ上げにお付き合いいただきありがとうございます。おたぎ上げ、いやー、これはもう成仏しよう。これはでもね、めちゃくちゃいい話よ。すげえいいわ。藤本たつき先生に書いてほしい、俺。いやー、書いてほしいねー。これおもろ。すごい話だったな。ダメ、なんでカーレーライスをダメとしたのかよく。いいね。でもな、いいな、なんかな。甘い。甘い。中1でしょ？中1、これはやばい。いい、かわいい。俺もちょっと泣けるな。いやー、これすごいな。なんならちょっと泣けるな。うわー、ええー、げつないな。自分の中でルールを作り上げて、で結果でものすごく感情が動く、でそこにものすごく好きな人が自分のルールに乗っかってくれて、でその結果ダメっていう、なんだろうな、めっちゃいいな。うわこれはいかついよ。シャカリキ断捨力に これだいぶいいよ。これ映像化だな。これ映像化だよ絶対。これめちゃくちゃいいよ。これは誰がやるんだろう、これ誰がやる、主人公の子。まあ
まあオーディションで決めるか。なぞ元も子もない。なん元も子もないこと。杉崎さんとか。杉崎花さん。杉崎花さんとか。中一だぞ。中一か。うん、そのあの頃のイメージで言ってない。あの頃のイメージで言ってあのぐっさんと中華料理食ってた時の。懐かしい。懐かしい。クックスの時の杉崎さん。めっちゃ食いっぷりいいんやな。あれ食いっぷりいいのよ。素晴らしい。ちょっと、今泉力也監督にご相談で、よろしくお願いします。わか本当に想像だけで言うけど、今泉監督もこの話とかすごい好きそうじゃない？そう。めちゃくちゃ DM で恋愛相談とか載ってたりするし。ああ、恋愛が大好きだもんね、恋愛は。着力男子駅にこれ、DM で送ったら送ってみて。今泉。食いついてくれるじゃん。もったいないよ、ちょっとこれは。ちょっと、いろんな人に。ちょっとね、また来週は、ホームランのメールもありますけれども、皆さん僕がいるよりも引き続き募集しておりますので、ぜひよろしくお願いします。以上、かかりつるまアフタートークでした。ありがとうございました。